検索かけることもできます。私はウィッグが欲しいなって最近思ってて、コスプレ系のやつとか結構色が、普通にウィッグでやるとあのね高いものも出てくるのね。ウィッグだけでやるとこうやって6000、7000、5000とか高いなと思って、しかも黒いしカラフルがいいなと思って、コスプレでやるとまあコスプレだからね、いろんな色が出てくるし、でもこの中でもこうやってねこういうのとか結構私好き、やっぱ帰りとかの影響かな、こういうのも結構好き。まあこんな感じで英語で入れてます。まあ日本語でも入れられるけど、できれば簡単な単語で英語で入れると出てきます。はい、こんな感じです。あとはねまあいろいろあるけど、最低限使うものだけを今教えていきたいと思います。まああとはセール品があります。こうやってね、あと何時、あと何分でこれ868でとかね、そういうのもあります。まあ他のものもあるので、これでチェックして買うとお得なものもね出てくるんじゃない。で見てもらって分かると思うんだけど、メイクだけじゃないです、いろんなものがあります。本当にいろんなものがあって、男や女、子供の服もあるし、こうやって何だろう、家電系とかおもちゃとか家の何だろう、インテリアとかキッチンとかね、ほらいっぱいいろんなものがあって面白いです。本当にもう見てるだけでも面白いです。でスーパー取引っていうのはなんだ、すっごい安くされてるものですね、っていう感じです。見てもらって分かると思うけど、日本語表示なんで使いやすいですよ。まずは自分がねどう見極めるか、まあ何点か教えたので、それを見てなんとなくここは信用できるかな、ちゃんと届くんだなって、まあ評価でね写真も載せてればね、まあ、届くっていうことなのでね、まあ最高にいいのは日本語の人も評価残してるとちょうどいいかなと思います。じゃあ例えばまあここだったとして、この人ねこうするとねこうやってこのダイヤモンドの絵文字が出てくるんだけど、これに関してはまあこのお店自体の評価もそうだし、 98.4% の人が評価を積極的にしてるよっていうことです。で、91アイテムっていうのは91のものを今、展開っていうか売っていますよ。でフィードバックが今8675件ありますよ。でフォロワーが今40万人、そう40万人フォロワー、40万人のフォロワーがいるよっていう。でクーポンが何個かあります。で最近私が買ったねこの歯ブラシ型も、はい、出てますね。これかわいいね、これはかわいいですね。評価はないけど52件注文があります。でも私が思うにね自分が買ったことあるショップだったら届くっていうのは知ってるので、まあっていうか勇気があるならいいんじゃない、買ってもね、そう買ったことあるとこの出品者で買うんだったらまだ信用があるんじゃないって私の中では思います。こうやっていろいろあるんですよね。はい、メルカリとかそういうのをね使ってる人はこういうの見たことあるんじゃないこういうのね結構ねやっぱね輸入した分その分ね値段上げるんでね、はい、まあそれは自分でね買う手間とか送る手間とかもうかかってくるものが上乗せされてるって考えてあげればいいと思いますよ。なんでそれを自分でやると、まあ、自分のカード使ったりね、コンビニで買ったりするそういう負担を自分でしても大丈夫っていう人はこれやってもいいと思います。あとね、この自分の名前、ちゃんとした名前書かないといけないので、もし何かあったときに郵便局でね、こう、言いに行くときとか、取りに行くときとかも、ちゃんとした名前じゃないと、やっぱ
個人情報、個人情報、身分証明とか表示することになるので、ちゃんと自分のフルネーム書くのが大事です。そんな感じでざっとね、こんな感じで、教えていきました。あとはですね、自分のマイアカウント、ここもモザイクちょっと必要なものがあればかけていきたいと思います。まあ、こんな感じでね、いろいろ出てきます。メッセージは、時々っていうか、その出品者から来る時もあります。送りましたよとか、もし何かわからないことがあればこれで、なんだろう、やり取りできますよとか、そういう親切な出品者さんもいます。あとは何ヶ月か、立つと本当に自分の出品している商品に関して、自信のある、出品者の方は、何ヶ月後かの時に、ね、ステージ送ってきて、うちの商品どうですかとかね、使った後 の、 評価は残してくれますかとか、そういうものもあります。私も前に買ったもので2、3ヶ月だった後に来ました。経過を教えてほしいと。で、それが多分商品の改善とかそういうのに関わってくるんじゃないかなと思います。で、ここではね、自分の注文をチェックすることができます。私はもうね、ここら辺は全部届いてるので、発送待ちとか、支払いの確認とかそういうのでできませんね。で、これはね、ここで、モザイクかかってるんだけど、下に行くと確認することもできます。なんだろう、追跡っていうのかな。だけどね、まあアビだと物によってです。すごい細かく書いてくれるとこもあるし、全然書いてくれないとこもあるし、で、下のとこにそう追跡番号は大体くれるんですけど、追跡番号でここのリンクのとこ行けば、あとはまあ外国語だろうと、まあ数字入れるところに飛ばしてくれるんで、そこやってはいっていうのができます。で、まあ外国語、まあ中国語か英語で出てくるかもしれないんだけど、その場合はアプリ Chrome 使うと日本語表示に、やっとくれるので、便利ですよ。それを使うとね、サファリだとそういうの出てこないので、まあこんな感じで自分の、注文、いつオーダーしたかとか、そういうのもチェックすることができます。はい。で、注文もね、一個一個、する必要もないんですよね。まあ後で説明しますね、それは。で、支払い待ちの注文とかも、自分がね、まだ、支払いますよ、仮入金しますよっていうのを、承認してない場合は、ここに入れてきます。これは、まあまだ送ってくれたかどうかのやつですね。こういうのもあります。確認待ち、もう支払って転送をかけて、まあこれ上から順番になってますね。まずは向こうの受付の確認で、その後はこっちサイドの支払いしたかどうかの確認、向こうのね、今度は自分が、郵送されたかどうかを確認するっていう、その郵送待ち注文ね。で、その後が、間違ってはいけないのは、支払って、郵送しましたよっていう時に、確認しましたとか受け取りましたっていうボタンが出てくるんですけど、それは届いてから押してください。そうするとね、なんかトラブルあった時に届かないなってなって、向こうサイドの、問題じゃなくて、例えばその航空会社とか何かあったとかってなった時に、いやでもあなたはもう受け付けたって言ってたじゃないですかっていう話になっちゃうんで、めんどくさいことになります。多分ね、私はなったことないからいいんですけど、なので、届いたら確認しましたよとか受け取りましたっていうボタンを押してくれればいいです。で、それが多分メルカリとかとのシステムが似てると思います。それを押すと向こうが、お金を受け取れるシステムになってると思います。だから
それも押すとやっとそのクレジットカードの方でも引き落とししますよっていうのが出てくるので、はい、そんな感じです。でフィードバックを残しますっていうのがあってですね、私がまだ残してないものがここにざっとあります。で残しますよって時はここに押して、まあ自分でねこうやって評価していきます。星何個、メッセージ、ここを押すと写真ですね。であとは他の評価もできます。そのセーラー出品者との交流はどうですかとかね。で匿名でフィードバックを残すこともできます。いい感じです。はい、で何だっけな、まあ、そんな感じですね。ざっと必要なもの、まあ自分のクレジットカード、住所ですね、アドレス、クーポンがあればクーポン使えます。であとはここですね、願望リスト、まあお気に入りリストですね。こうすると今まで自分がお気に入りに入れてきた、ものが出てきます。はい。で、まあ、完売されたものとかもあるので、これをね、ちょっと、まあ、もうないよとか、もうそろそろ終わるよ、これとか、出てきます。ざっとこんな感じですね。で、あと自分の好きな店舗のリストも出てきます。で私の好みを押すと、まあこうやってジャンル別ね、こういうのが欲しいよっていうのをチェックして、押すと、まあこれでも設定されて、ホームボタンに行くと、まあそういうのもセールものが出てくるよとか、そういうのね。で、私の質問とか、なんかまあ、こうなんか質問、多分出品者とかに質問した場合のものが出てくるんじゃないかな。私の正体は誰かを招待するとかです。であとはサインアウトですね。これは一緒。なんだっけ、何を見せようとしてたっけ。あ、そうそう。でカートね、カートに入れると一時的にカートに入るっていう感じです。で例えばカート全部入ってるもの全部買いますってなると、この上を押すとまあ合計金額は12713円と出てきますね。で買いますってなるとさっきのようになります。で例えばカートに入れてるけど、まあ、とりあえずこの帽子だけっていうのもできます。はい、あとは例えばこれね、同じお店、ここを押すとそのお店で選んだもの全部が表示されます。でも全部じゃなくて今回はこの2本だけっていうのもできます。そうしたらね、合計金額376円、買いますって押すともう買うっていう感じ。まあそんな感じです。消すこともできます。右上にゴミ箱があるので。まあそんな感じでね、今回はアリエクスプレスの買い物の仕方、注文の仕方、使い方を教えました。もしかして長くなるのでここでもうカットさせていただきます。また他のなんか質問なんか疑問があったらコメントの方に残してってくれれば答えていきたいと思います。まあ、こんな感じでね、登録は簡単なので、これもね、パソコンだとまた表示が変わるので、まあでも多くの人は多分携帯から見てくれてる人が多いんじゃないかなと思うので、まあでもやり方はほとんど一緒です。私的には携帯の方が簡単なので、あとまあね、そう簡単な気がする。なので携帯でまあ注文の仕方、操作の仕方はこんな感じです。まあ表示はまあこんな感じで、携帯はこんな感じで表示されます。なのでね、はい、またなんかここら辺のホームにもいろんなねこうものがあってですね、最近みんなが買ったものをこうアップしてるよとかそういうのもあります。全部自分でね見ていくと多分楽しんでいろんな発見ができるんじゃない。だから結構面白いですよ。おすすめです。まあそんな感じでね、最後に一つ言えるのは、いくら写真とかで良くても時々本当にハズレもあります。なので
全部保証は私はしきれないので、そこは注意してください。あとは自分の責任になります。私もちなみに、何個か失敗、何個かっていうか、まあ今のとこは2個ぐらいかな、ちょっとこれはないなっていう商品は出会ったことはあります。なので全部が完璧ではありません。さすがにね、やっぱ中国なので多少はね、すごい真似していいものを作るところもあれば結構適当なところもあるので、まあ値段層のものもあるので、まあそんな感じで、それもイメージちょっと頭の隅っこに置いてもらって買い物をしてみてください。では今日はこれで終わりです。見てくれてありがとうございました。何かね、質問や何かリクエストや要望があればね、まあ同じだけどコメントの方に残してってください。では、またねー。